のリグナチという人が、まあ、450年くらい前なんですけれども、その世俗的な生活をしていて、そしてこの改心してですね、イエス様に従う生活をしようと決意をして、でその、直後というかですね、マルベーサという動物で9ヶ月間祈りの生活というか、それをしたんですけど、まあ、その時にこの何て言うんですかね、この、まあ、非常に深い神との交わり、自分自身が変えられる体験をするんですね。でそれをまあこの人も、追体験できるようにということで、まあ、彼自らが瞑想という本を書いたんですが、私が使っているのは新聖書のやつを、まあ、見てるんですけども、こういう本が、まあ、あるということなんです。そしてあの何ですかね、この教会は、まあ、せっかくイグナチオ教会という名前がついてますから、その、まあ、なるべくイグナチオの信者さんにですね、まあ、この理念的な宝を、まあ、少しでもちょっと体験っていうか分かち合ってもらったらいいんじゃないかという気持ちが非常にするんですよね。プラスでもう一つは、まあ、来週やるんですけど、教会生活は見直しワークショップといってですね、まあ、教会のことをちょっと見直すちょっとことを始めるんですが、まあ、そっちのことを考えても、ただ単になんか人間的な知恵だけでこう振り返ってもダメなんですよね。まあ、私たち一人一人が自分の信仰を見つめ直すっていうところがあってこそ、そういうのも意味があると思うんですね。だからまあそういう二本立ての企画の一つになっていてですね、まあ、両方必要だなという気持ちもまあするので、まあそういう意味でも何か、まあ、少しの方でもですね、こうやってちょっと霊性を深めてもらったら、いいのではないかというふうに思います。で本当は霊性プログラムというのは1ヶ月間ですね、黙想の家にこもりきりになって やるようにできているプログラムなんですね。それもその、まあ、文字通りこもりきりでこう黙想するということの中でやるんですが、まあ、とてもじゃないけどそこまでできないということもあるので、まあ、ごくごく、まあ、キーになるところだけを12回分ですね、まあ、お話とちょっとエクササイズを入れるという形で、だからまあなるべく12回やっぱり通して来てもらった方が、まあ、そのいいかなということですよね。ではですね、その霊想の目的は何なのか、まあ、霊想の本を持っている人はちょっと挙げていただいて、1番というところを見ていただきたいですね。呼び方というのは、頭のところにページ数じゃなくて頭に番号がついてるんですね。でそれが投資番号、世界共通の投資番号で、何番何番って言ったら、その、投資番号のところですね、1番に後悔があるんです。霊想とは何なのかなんですね。1番、霊想とは、両親の究明、黙想、感想、応答、念頭のあらゆる方法を意味する。霊想はまた、後に述べるように、他の霊的修行も意味する。散歩したり歩いたり走ったりするのを体操というが、同じように霊魂を準備し整えるあらゆる方法を霊操というのである。その目的は、まず乱れた愛着を捨てることであり、その後霊魂の助かりのために自分の生活を整えることについて神の御旨を探し確かめることであるというふうに書いてあるんですね。じゃあ目的は何なのかというと、あらゆる愛着を捨てることだと、そして自分の生活を整えることだとですね、まあ、ごくごく簡単に言ったら自分自身の囚われとかですね、まあ、罪というだけは言えないけど、自分の偏った心とかですね、整えられてないものを整えて、そして自分の生活を信仰にのっとった形で整えていくのが目的であるということなので、まあ、この12回を通して、まあ、そのような、風になっていけばいいと。でそうするために神の御旨を探し確かめることだと思います。まあ、神の御旨をどのように探し確かめるかということもちょっと、まあ、12回の中で話したいというふうに思うんですが、それを目指しているということなんですね。だからまあ自分自身のことをこう少しずつ振り返りながら、神の御旨にかなった生き方に自分の生活とか人生が整っていく、まあ、そういうことを目指していくと、ま
地の人が実際に読んだりするような本なので、まあ、だから普通読んでもあんまりピンとこない本になることが多いんですが、まあ、それこれだけだとちょっとやっぱり説明ちょっと分かりにくいかなと思ったので、ちょっと聖書をですね、まあ、使いながら、まあ、説明したいと思うんですが、ですね、マタイの福音書の6章の25節のところを挙げていただきます。マタイの福音書の6章の25節です。だから言ってよく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩む。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってください。あなた方は鳥よりも価値あるものではない。あなた方のうちに誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく。映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれるもの草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩んでいます。それは皆異邦人が切に求めている。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩む。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。まあ有名なところですね。あの死んだの方は皆さんよくご存知の箇所です。いわゆる三条の説教ですよね。イエス様が、ガリレア湖畔の、まあ、山というか丘ぐらいのところですけどね、まあ、そこに、座って人々に話された話なわけですね。でそこに集まってきた人のほとんどはもう明らかだと思いますけど、悩んでる人たちだったんですね。そう、わざわざイエス様ここまで話聞きに行くんだから悩んだり苦しんだり、まさしく思い悩んだりしている人々が、まあ、そこに集まってきたりしてたんですね。でその人たちに対してイエス様はストレートに思い悩むということをこうズバッとこう、まあ、おっしゃるわけですよね。しかも何を食べようか何を飲もうかって言ってるわけですけど、実際そこに集まってきた人は多分、ね、ほとんど貧しい人だったと思います。だから実際何を飲もうか何を食べようか気にし、つまり明日何を食べたらいいのかとか、今の服がボロボロになったら次の服がもう買えないんじゃないかっていうような人々が実際やってたんですよね。だから深刻に悩ん、明日のご飯どうしようかと悩んでた人々に対してですよ、イエス様は何を食べようか何を飲もうか思い悩むなっていうことを当然言うわけですよ。まあ、その、こうなんていうか、こう、じゃあ、イエス様はなぜ思い悩まなくていいのかっていうところあたりを、まあ、イエス様の教えを、こう、私たちも、なんかこう、身につけられる、思い悩まないで済むような形に、この、なんていうんですかね、心、向け方をちょっとこう変えていけたらいいわけですよね。まあ、ここの説明の時にいつも絵を描くんですけど、まあ、人がいるんですね。で私たちはだから思い悩みが多いわけですよね。まあ、もちろん人によってその食べ物とか、まあ、着物にもちろん着るものに悩みもいるでしょうし、まあ、自分の仕事とか、まあ、人間関係とか、まあ、健康問題とか、まあ、いっぱいいろいろいろなことですね。私たちは日頃思い悩んでるわけですよね。せっかくクリスチャンになったのに思い悩みの生活ばっかりしていたら、それはある意味ちょっともったいないとか仕方がないんですよね。でそこでイエス様がどう言ってるかと言ったら、野の花を見なさい。で実際ですね、あの野外教室だからこの箇所は絶対ね、あのなんとか歴史的にそうだったと思うんですけど、あのあれなんです、野の花が
咲いてたんですね。イエス様と話しながら、こういうだって建物の中でやってるんじゃなくて、あのここだったらあの芝生の上でやってるようなもんですから、で芝生だけなんですけど、もっと周りが野原だったから、実際この野の花を指さしてこれを見てごらんとか、そこに空の鳥が飛んでたんですよね。でそれを指さして空の鳥をご覧なさいということを言ったわけですよね。だから私たちの視点を変えてるんですよ。いわばこのなんとか悩みの視点っていうか、日常の意識っていうかがあったのを、まあ、この近くにありたさ花とか、なんか鳥がいなくてうまく描けなくて、まあいつもなんか、まあ、とにかく、まあ、鳥とか何かを見つめなさいと。だからもうこれ完全に意識の転換なんですよね。で、ただ鳥を見たり、ただ野の花を見るんじゃなくて、そこにどれだけ神の恵みが注がれているのかを、たったジリの花に空を飛んでいる、まあ、ここだったらスズメとかね、なんか、それに神の恵みが注がれているのをよく見つめなさいと言ってるわけですよね。でも、こういうところから私にすれば、この霊想っていうか、黙想なんですよね。つまり私たちの意識はいつもこっちだから、日常の中で、どうするか、するかっていうことをいろいろ考えて悩んでるわけだけど、でもそれを一旦置いといてですね、それで周りにある神の恵みに、恵みの世界にこう視線をしなさいと。で、ただ鳥を見るだけならずに、そこにある神の恵みに気づきなさいって言ってるわけだから、まあ、これがまあこう私たちが霊想をしていく基本的なことなんですよね。視点を変えるっていうか、ある出来事をただ出来事じゃなくて、そこに働いている神様の働きがどこにあるのかってことを見ていくことなんですね。で、こうあるんですよね。ましてあなた方にはなおさらのことではないかっていうことは、私たちにはもっと大きな神の恵みが注がれていることに気づきなさいということを言っているわけですよね。だから私たちはこのまあ、霊想というか、まあ、学んでちょっと、ね、言葉遣いが難しくて、学ぶというよりはそれを生きていくためには、この赤い線をに気づいていくというかですね、自分自身の中でそれがどのように、まあ、もちろん周りもそうだけど、自分自身にもどのように神様の恵みが注がれているか働いているかということを見なさいとまずは言ってるわけですね。それが一つ目で、二つ目は何を言ってるかというと、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言ってるんですよね。で、私たちはこっちを求めてるから、この健康になりますようにとか、あるいはまあ何とか仕事がうまくいきますようにということをまず第一に考えてるんだけど、そうじゃなくて私たちの方からの目線もまず1,2,3,4 って書いて
りしたプリントをちょっと見ていただきたいんですね。23番ですね、この霊装の本の中に書かれているものなんですが、このプリントの原理と基礎というのは霊装の中の中心的なところなんですね。だからまあこれがまあ非常に大事なことなんですが、このプリントにですね、まあ、プリントを配った理由はまあ本がなかろうかと下に書いてある古典訳っていうのがそのバラシンさんの訳をそのまま載せて、バラシンさんの訳っていうのがいわゆる直訳なんですね。直訳になってるスペイン語からもそのまま訳されてて、まあ、それでもちょっと詩的な訳はあるんですけど、まあ、ともかくまあ大体これが直訳なんですけど、ちょっと分かりにくいんで、この上の方に現代訳って書いてある。これ私の訳なんですよ。その方が分かりやすいと思って、上がいい訳。で、カッコ1、2、3、4って書いてあるのは、あえてちょっと下と対応させるために、だから上のカッコ1と下のカッコ1は同じことなんですね。同じことをちょっと現代的に言い換えたのが上なんですね。だからまあ、それでちょっとプリントを配りたかったんですが、で、ちょっとこの霊装のことに言うとですね、まず、上の括弧1を言いますね。神は私に命を与え、ありのままの私を愛してくださっている。その愛を受けて私たちは主なる神を賛美し敬い仕えることができる。そうすることによって霊魂の救いと神の国の実現を目指していく。それが人生の目的であるということなんですけど、まあ霊装の根本はこの原理と基礎にほとんど全部あるんですね。だからまあこれを少し丁寧に見つめたいと思うんですけど、一番ここは何を言ってるかといったら、もともとは私たち被造物というかですね、私自身が人間がってことなんですけど、私自身が作られた目的とも言えるし、私の人生の目的とも言えるし、でそれは一体何なのかっていうことを、なんていうんですかね、自分なりに、まあ、できればこういう言葉化してみて、クリスチャンとしての自分の人生の目的はこういうものであるっていうふうにこう言えるようになったらいいということですね。イグナチョの言葉では神を賛美し敬い仕えるっていうふうに言ってるんですけど、まあ、それはちょっと人によってピンとくるかどうかちょっと分からないけど、ちょっとそれだけだったらダメかなと思って神の国の実現とかちょっと入れたんですけどね、まあ、霊魂の救いとか入ってる、で下の一番になるところですね、入ってるんですけど、根本的に自分自身が何を根本的に求めて自分の人生の目的ですよね、あれとかこの一番の次元してあれをするこれをするっていう目的じゃなくて、この丸三番の意味での自分の一番の中心の目的なり生きる根本は何なのかということを実際は掴まなきゃならない。まあそれが一つの大きな、まあ、ポイントになるんですね。だからまあこの教会の、今年の、教会テーマの副題の、祈り使えつながるというふうにしたんですけど、でもあれだってもしかしたら自分自身の一番大事なことになるかもしれないですけど、祈り使いつながるということだと思うし、あるいはここだったら祈りところだったら賛美主や前使えると思うんですけど、自分自身の人生の根本目的だなことをある言葉で表したらどうなるでしょうかというですね、いう大いなる問いがあるんです。でもそれを求めたときに、さっき言ったようにそれを求めたときにこの4という形でここもうまくいく、つまり生活が整うっていうのはですね、さっき言ったように自分自身の人生にある方向性ができてきて、ここのごちゃごちゃっとしたものの中にもある方向性なり秩序なり向かい方がだんだん分かってきて、それはこの神様との交わりの中でこそ、ね、
この無用をすっ飛ばして一だけで物事を考えるときに結局何もクリスチャンとしての意味もないようなことになってしまうことがあると思います。